最初はですね、マンドリンとギターとピアノの、まあ、非常に貴重なあのトリオをお聞かせしたいと思います。選手です。こちらの作品、赤い月という作品ですが、そちらにいらっしゃるのマンドリニストの肝付亀さんの作曲の作品です。ちょっとこの曲について、なんかどんな形ので作られたのかとか、ちょっとその意図についてお聞かせいただければと思います。そうですね、この曲は2000年ちょうどですねに、書いた曲なんですけども、まあ、20年ぐらい前に考えついたモチーフを、まあ、20年間ためておいたものを完成させたという、そのきっかけはですね、ギター2人の方、ギターのデュオの方のコンサートに参加させていただくということで、ギター2本とマンドリンの曲があったらいいなっていうんで、でまあその後ですね、2001年ですね、翌年に、ギター2本でも良かったんですけど、あのもうちょっと音域が広い方がいいかなと思って、ギターとピアノとマンドリンという形に書き換えて、で、私のリサイタルの時に、マンドリンとギターの曲とマンドリンとピアノの曲っていうのがいっぱいあるので、リサイタルでそういう曲いっぱいやったんですけど、せっかくギターとピアノと両方、来ていただいてるんで3人で弾けたらいいなと思って、その時に発表したという形ですね。かなり久しぶりの再演。そうです、だから20年ぶりぐらいですか、うん、はい、結構音源も事前にリハの聴かせていただきましたけど、すごくなんていうかこうキャッチーなというか、まあ、分かりやすい、まあ、今日のプログラムの中で一番こうなんていうか分かりやすいこうあかもしれないですね。そうですけど、なんていうかその清水先生も結構これお好きだなっていう感じもすごい伝わってきました。いや、自分が嫌いな曲は書かないです。そうですけどね。でも結構度胸はいますよね、ある意味ここまでこう。いわゆるこうアカデミックな作曲コンクールとかに出すというつもりはないので、お客様が楽しい曲がいいなって、自分が聴きたいような曲を書くという方針ですかね、はい、で赤い月っていうのはどういうなんていうんでしょうか、そのこれちょうど発表した時に、ちょうど中西玲さんがですね、赤い月っていう小説を書いて発表されてドラマ化とかなったんですけど、全く関係ないです。たまたま同じ時期だったので、びっくりしました。ドラマと関係ないというね。全く関係ないですね。私が書いて発表した頃にちょうど赤い月ってなんかテレビとかで聞こえてきて、なんだと思ったら中西玲さんの話で、すごいびっくりしたんですけど、関連性を求められても困るなっていう、そういう感じです。まあ、でも確かになんかちょっとこう縁側でこうちょっとこう月が来てるって感じの、そういう雰囲気は風情っていうのは確かに。そうですかね。その辺は聞いていただく方の気分で聞いていただく。よくね、曲名を決めると、何月何日のどういうイメージなんですかとか言われかねないんですけど、そういうことは考えないで聴いていただいた方がいいかな